相鉄1万1000系電車の運転台。LCD3 画面のグラスコックピットで、右側2面がモニタ装置操作用、左側1面が速度計などの計器表示用。鉄道車両のモニタ装置とは、鉄道車両に装備されている各種機器の状態などを表示し、監視、制御するものである。東武鉄道2万系電車の運転台モニター表示器。 9000系電車とほぼ同じもので、故障はランプで表示する、東京メトロ1万系電車の床下共通機器箱内に設置された、TIS 中央装置制御部日本で初めて、モニタ装置を鉄道車両に装備したのは、京阪2600系電車の第21、編成である。また、同時期の小田急7000系電車でも2回運転席の、ため乗務員が床下点検の負荷軽減のために、 モニタ装置が装備された。最初期のモニタ装置は極めて簡易的なもので、東武鉄道の急線軽電車を例にすると、号車ごとのドアの開閉状態、閉じ目表示、MG 故障表示、MM 過電圧表示といったものをランプの点灯で表示板状に表すものであった。この東武鉄道などでは1980年代からこれらの簡易的なモニタ装置を採用していたが、 この方式では、表示内容が限られる。解決策として200京新幹線や横浜市、交通局2000系電車では、プラズマディスプレイを採用していたが、現在のようなフルカラーではなく、モノクロだった上表示できる文字が限られていた。その後液晶ディスプレイやタッチパネルが普及し、コンピュータの性能向上で様々な文字やグラフが表示できるようになった。冷房や照明といった、 サービス機器をモニタ装置で操作することもできるようになり、モニタ装置は単なる表示機から脱皮した。1988年には A 段類産系電車で初めてモニタ情報の表示だけではなく、マスターコントローラーを通じた立行やブレーキなどの運転操作も直列伝送で送信する制御伝送装置として、三菱電機製の TIS が搭載されてその後の 標準装備となったほか、JR でも1992年以降同様の装置を JR 東日本209系電車などが搭載したほか、大手施設でも TIS が1999年の東急3000系電車などから搭載され始めるなど、車両の各種制御転送情報系統を統合し、システム化することにより、電気配線の大幅な削減による軽量化、 メンテナンスの省力化に寄与している。その後の発展型は、ティムズなどとも称されているほか、日立製作所製の制御伝送装置が ATI という名称で、東京メトロの07系や西部2万系電車などに搭載されている。並行して、表示、操作デバイスも PDP から LCD に進化、制御引き通し線を従来の導線から光ケーブルとした車両も現れている。 ユニークなものでは、東日本旅客鉄道、相模専用の205系に、汎用パソコンを使用したシステムも存在した。なお、ティムズは、機関電送路にアークネットを、機器接続電送路に RS485 を、採用していたが、伝達速度の低さから、伝送容量が限界に達しつつあることからイーサネットにて、各電送路の容量拡大、速度向上を図った。 インタースが発展型として登場した。東急電鉄5050 50系の TIS モニタ画面。東洋高速鉄道2000系電車の TIS モニタ画面。車内の空調、温度などが詳細表示されている。大きく分けると乗務員モードと検車モードに分かれる。モードの切り替えは運転台内のロンリブにあるスイッチによって行う。運行時に必要な機能を表示、設定する。 車両によっては運転使用モードと車掌用モードに分かれる。車両基地等での点検、整備時に使用する。基本的に整備を担当する研修担当社員しか使用しないが、使用を熟知した乗務員が使用することもある。現在ではほとんど全ての車両にモニタ装置が搭載されているため、本節では最初期にモニタ装置を搭載していた車両に限って紹介する。 JR 東日本205系の運転台。軽気版左端の縦並びの表示ランプが、モニタ装置等部9000系電車の運転台、導入することによる、主なメリットデメリットは、以下の通り。ありがとうございます。